はいええー、どうもゆうきチャンネルの中の人ゆうきですさあゆうきの騎士紹介シリーズ今回紹介させていただく騎士はですねえー、前回紹介しました花田長太郎九段のお弟子さんでもあります、えー、坂口信彦九段を紹介させていただきますあ坂口信彦さんに関しましては同姓同名で実業家の方がいらっしゃるんですけども えー、産油石油代表取締役社長の、えー、坂口信彦さんがいるといるんですけども、あれとはまた別人の方でございます。 この方もですね、非常にこう強いですねお方でございまして、坂口信彦九段においてはですね、将棋だけではなくて、実はチェスでも一番ね、強かったんじゃないかというね説が実はありました、ありまして、今現代でいうですね、チェスと将棋の二刀流といったらね、羽生善治さんをね、思い浮かべるんじゃないかなと思います。羽生さんもね、将棋ではね、世代の中の方を取っていらっしゃいますけども、チェスのこうも非常に強くてですね、かなりこう、海外の あのプロ騎士のプロの方とね、えー、結構あの同等に渡り合えるほどむしろ羽生、うん、さんの方が上って言っても過言ではないほど羽生さんがね、えー、強いお方ではあるんですけども。 実はこの坂口信彦九段も将棋そしてチェストの方においても実は強いんだよということをね、えー、お話しさせていただきたいと思いますではあお話しさせていただきますさあ坂口信彦九段、えー、1908年明治41年12月10日生まれ1990年平成2年1月18日まで、えーいえー、ですね存在しておりました将棋棋士でございます、えー、九段のお最終的に上り詰めまして棋士番号は10番日本将棋連盟の会長も務めておりました えー、花田翔太郎九段家とか、えー、北海道猿郡日高町出身ということです。えー、彼は北海道猿郡富川というところで生まれました。現在の日高町というところです。十、え、四、ー、歳の時、洋服業を営む兄に、えー、頼って、兵庫県神戸市に転居します。 え翌年満州に渡ったが胸を、うん、病んでしまい1年で帰国してしまいますその後は神戸で兄が経営する洋服屋の仕事を手伝ったということですえ兄が経営する洋服屋を手伝っていた時期に神戸の将棋クラブで開催されていた将棋大会に出席して優勝していますなのでえこの時からもうすでに将棋が強かったということなんですねでこの時に、えー、将棋棋士になるようですね、えー、プロの将棋士になるように進めまして関根健次郎先生に紹介状を書いたということなんですねえそそのの坂口先生はその紹介状を持って 上京したんですけどもすでに関根家の家にはですね、えー、渡,辺渡辺さんですね、えー、渡辺明さんではなく渡辺統一区団ですね渡辺統一名誉区団がすでにいらっしゃいましたこちらも非常に強い方でございます、えー、渡辺統一、ね、名誉区団は後ほど紹介させていただく予定ですのでお楽しみください、えー、この方とですねうち、えー、弟子が住み込んでいたということです、えー、関根さんはですね自らの弟子である花田長太郎さんを紹介しまして、えー、1927年花田 さんに、えー、入門するわけですね。えー、兄弟子に、えー、塚田正夫さん塚あの、これね、過去に紹介させていただきました。名誉十段の塚田正夫さん。 そして弟,弟弟子に、これまた紹介させていただく、荒巻、えー、光之九段、そして、えー、広津、広津三沢九段、これも後ほど紹介させていただきます。この,この方たちがいらっしゃいました。えー、1931年に四段、1938年に八段、1976年に九段に昇格しております。えー、若手時代、塚田正夫さん、そして立部若夫さんの三、えー、つの名前です、昭和の三十四というふうにもう呼ばれておりました。 また黒、黒、えー、金、不賃金と呼ばれる強靭な寄付、そして順位戦 A 級通算8年と務めておりまして、また現役の間に連盟会長を2度務めていたということなんですね。 で、1985年、えー、昭和60年になりまして、えー、彼は引退という形になりまして、えー、引退時76歳で3ヶ月は当時最年長記録でありました。しかしこれはですね、今現在加藤一二三九段があ塗り替えたということになります。で、1990年、観光兵のため亡くなってしまったということです。弟、え、子、ー、にはですね、えー、再ま、えー、吉正九段ですね。これまた紹介させていただきます。そして中村治九段、中村治九段などもいますね。はい。 えー、また北浜健介さんそしてね才田春子女流とかねこういろんなのがいるんですけどもまたですねそのひ孫で子になんとですねえー、ひ孫にはですねアベコール六段ですとか、えー、上村 えー、渡る五段そして香川真直上流三冠などがいらっしゃいます。ということで、ね、非常にこう、ね、お強い方なんじゃないかなというふうにこう言われているんですけども、えー、またチェスの方も非常にね、えー、強いお方でございましてチェスの強豪でも有名で第2期第3期第4期の A 級 順位制を3年間休場するというね、履歴のね、異、え、色、ー、の経歴を持つわけでございます。これもですね、知事を独学でね、学んだということで、こう非常に強かったんですね。ということで、日本女子連盟の、えー、設立したのはですね、この方でございます。ということで、ね、坂口信彦九段をぜひ覚えていただければと思います。はい、ということでね。 えーまあ、今回は坂口信彦九段を紹介させていただきました。結構ね、彼ね、面白い方でございましてね、かっぱの鳴き声を称するテープを対局場に持ち込んでね、観、え、戦、ー、記者に聞かせて回るなどね、今、えー、いろんな行動があって、もう非常に面白い方なんだなという、ねえー、ことがありました。いわゆる将棋界の、ねえーまあ、芸能人みたいな方なんじゃないでしょうか、今でいう加藤一二三九段のような存在だったかといえます。ということで、本日のご視聴ありがとうございました。